始まりました。第1回ホスト歌うまグランプリ、ホスト歌うま王者グランプリ決定戦、はい本日はね、新宿の、ハーモニックホールから生放送でお送りいたしますのは、私、司会はエルクストリートのジュライと申します。よろしくお願いします。はい。ね、今日はね、ハーモニックホール、お客さんもいっぱい入っていて、先ほどね、リハーサルから、すごく、選手の方たちも緊張してるんですけれども、本日栄光を手にするのは誰なのか、はい。皆さん2時間、どうぞ見届けてみてください。もう早速ね、行っちゃいたいと思うんですけれども、選手入場のスタンバイは大丈夫でしょうか？じゃあ、第1試合、選手入場！ふぅー！先行！アシアン東京！どうやー！ココー！ミルク！ファッサクヨーAnd Super Lagu Misato! はい。じゃあ歌う人が前の方がいいですね。全員映ってますか？もうちょっと皆さん後ろに下がれますかね？で、皆さん後ろに下がって、ちょっと真ん中に寄れますか？映ってますかね？全員これで。じゃあ私がこんな感じで喋ればいいのかな？はい。じゃあ、そんな感じで、まずは、先行を務める東谷さん。ね、もう私もこれ3回戦ぶりぐらいなので、皆さんのちょっと顔と名前も覚えて、変な仲間意識も芽生えてきたんですけど、いかがですか？今日は緊張してますか？いや、やっぱ、そこはいつも通り。はい。めっちゃ緊張してます。でも今日はやっぱ、楽しむことを、はい、一番ちょっとね、考えて、よかなと思ってるんで、そうですね。はい。はい。ね、言ってもトップバッターですもんね。はい、じゃあ高校を務めていただくミルクのお二人さんはいかがですか？やっぱ、はい、武道館広いですね、やっぱ、ね、いやはいね、頑張りますまあね、いやでもお客さんがね、こうやって目の前にね、いるところで歌う機会ってあまりないですもんね。そうです。でも照明で見えないので、お客様のことはジャガイモだと思うようにして、はいはいはい、そう思って頑張って歌ってほしいんですけれども、まあ、歌い終わった後にまた話を聞きたいので、早速、トヤさん、スタンバイいいですか？いけますか？大丈夫ですか？わかりました。じゃあ、お願いいたします。マイクこちらですね。お願いいたします。はい。これもうあれですか、これでいくんですか、マイク。エコーが入ってないんですけど。こんぐらい大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。トップバッター盛り上げていけるように精一杯歌います。やたびり出ないか、なおにを見ないか、通り過ぎゆく日々の中、君に愛、俺の中の何かが弾けた。伝えたくて言えなくて、それがまた苦しくて、あどうすりゃいいの、いそら見上げてナチュラリー、そんな日は変わらないだよ。
その若い糸君の小指に運ぶ風薬指に誰かの賭け聞きたくて聞けなくてそれがまたジェラスが I'm so crazy 今はまだ気づかぬふり Please let me know if you love me、oh, yeah. いつからだろう君を思うと心痛くて眠れないよ今夜さよならが切なくてもつれた愛と手繰り寄せて誰よりも心込めて歌うよ Baby I love you I love you I love you 何度も Only one Only one 感じ合える You always on my mind強くなる全て大切に街は変わってく明日も明後日も水に映った君の横顔照らし出すオレンジの夕空よ眩しくて消えないですお願い見上げたあんもどかしい世界の果てまで Follow me 君の過去も受け止める Everything、yeah、波の静かな夜には歌いに、yeah、二人の夢が描いた未来に、yeah, yeah 夜の終わり近づくといつも君の小さなリップにキスを握ったこの手離すことできずにまた寄り添うの Baby I love you I love you I love you いつまでも Only one Only one そばにいた You always on my mind
わくちゃの写真には眩しかった時間と寄り添う僕らが痛いほど鮮やかに焼き付けられていて、はぐれたのはきっとどちらのせいでもなくて、気がつけば君は僕の中に住み始めた。勝ち負けだけじゃない何かを教えてくれたレースがある。一緒に走った冷たい夏の雨、青い白木に重なる残像、水際に浮かべた感情、喜びや悲しみの傷さえ包み込んだ約束の光、あきれるほどまっすぐに走り抜けた季節を探してまだ僕は生きてる。間違いだらけのあの日々に落としたのにだと答えを胸いっぱいにかき集めて、もう一度あの夏空、あの風の向こう側へ、君という名の翼で。君の声にも気づかない、秋風がまだ遠く夏の終わりを待ちわびている頃、耳に最後の日が落ちる、けてもすれ違う感情、振り払えはしない残像、選べない道を目の前に立ち尽くした青春陰で、諦めても背抜けてもごまかせない心の舵は今も君の両手に、叶わぬ夢を浮かべても沈まない勇気のきらめき、この一瞬にかけてみたい、最後まで離さずに握り続けた願いが導く場所を目指せ。声が今もまだ僕を振り向かせるたび、切なくて呆れるほどまっすぐに走り抜けた季節を探し、に書き集めてはぐれないようにと抱きしめた、もう一度あの夏空、あの風の向こう側へ、君という名の翼で、僕らがいたあの空へ。お待ちください、このまま。あれ、トウヤさん、あ、こちらへどうぞお戻りください。はい、皆さん歌終わったということで、1試合目いかがでしたか？いや、でも本当にみんなが応援してくれたんで、今まで多分一番楽しくというかリラックスして歌えたんで本当に良かったです。
はい、仲間が来てますもんね。ね、はい。いかがでしたか？いや、本当楽しかったです。本当ですか？はい。もうね、シオン東京の皆さんがこう前で応援してくれてね、はい、だいぶ励みになりました。余計緊張しなかったですか？ね、めちゃめちゃ緊張しました。そう、ね、お互いあのお店の T シャツを着てるんでね。あ、そういうことなんですね。なんか、はい、集計結果に行く前に私あの皆さんのねプロフィールをいただいてるんですけど、そこからちょっと質問してもいいですか？まず東野さんは、好きな、あ、違う、何フェチかっていうのに足と匂いって書いてたんですけど、匂いって何、足の匂いってことですか？足の匂いじゃないですね。あの足とあと匂いですね。別別。足の匂いはちょっと。足はじゃあ細くて長い感じのモデル系の足が好きですか？うんうんうん。あ、長くなります。この話長くなりますか？で、なんか女の子好きなタイプがなんか言うこと聞いてくれる子って書いてたんですけど、どんなあの言うことをちょ聞かすんですか？注文はどんなことするんですか？どんな、これあれですか？めっちゃかかっちゃうんですけど大丈夫ですかね？結構長くなっちゃいますよ。パパといいですね。はい。あ、そうですか。いや、普通に別に言うこと聞いてくれるっていうか、まあ自分のこと理解してくれる子が好きですね。はい、あ、うまくまとめましたね。はい。そうですね。ありがとうございます。じゃあお二人にも質問なんですけど、まずアパレルをされてたんですか、前のなんかお仕事は？はい。アパレルっていうのはどんな感じの？あのちょっと、ね、自営業で、まあ、はい、あの卸とかそういうあんまりねかっこよくないですけど、アパレルって言ってもその地味な方なんで、はい、専門的な方。そっからあのホストに移行するあしたのは一体どうしてだったんですか？ちょっとあの道を間違えしました。でもホストになったからあの今歌う間に出てるわけですからね。うん、いいことです。で、ちょっと、あ、あのもうちょっと、ま、あのこっちに来てもらわないと多分映んない。映ってますか？あ、皆さんでこっちにちょっともうちょっと行けって感じですね。はい。出身地がアメリカ合衆国っていうのは本当なんですか、これ？そう。あ、へえ。アメリカのどこで生まれたんですか？の、あの一応ニューヨークの。すごい。かっ、いや、あ、じゃあもう英語ペラペラですか？こう喋れない。あ、あ、それすごい残念ですね。いつまでニューヨークにいらしたんですか？いや、もうね、3歳ぐらいまでしかいなかったんで。あ、じゃあバブーぐらいしか言わないですもんね。はい、ちょっと緊張も解けたと思うんで集計行っていいですか？皆さんにお願いがあるなら今あのあっちに向かってあのいつも通りお願いを皆さんで一気にしてもらっても大丈夫ですけど。せーの、せーので行きます。あ、じゃあせーの、お願いします。お願いします。なんか可愛いですね。はい、じゃあスタッフさん集計の方行きますか、画面は。はい、じゃあちょっと待ってくださいということなので、店の宣伝なんかがあのもしありましたらいいんすか？いや、やっぱりまあこう見てくださると分かると思うんですけど、まあ、こういうね従業員の大事な時にこうあの駆けつけてくれるというすごい熱いハートを持ったみんな人たちばっかなんで、お店もすごいねその人たちばっか楽しんで、はい、ちょっとアッシュン東京にね今度一度ぜひ足を運んで見てください。絶対に楽しませるんで、はい、皆さんアッシュン東京行ってみてください。ミルクの方もお店の CM をしちゃってください。全然大丈夫ですよ、今いいですか？あ、ね、ミルクもね、いいとこたくさんありますね。はい、シオン東京と同じぐらい楽しい。はい、そうですね、同じぐらい。同じぐらいね。同じぐらい。はい、来てください。はい、ミルクお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ集計画面が出るそうです。ドン、どうですか、集計出ましたかね？まだかな。あ、今出てますね。一番のエシオン東京のトエさんが良かったか、ミルクの美咲優さん、スメラギ港さんのお二人が良かったか、皆さんね、今
今残った1人が次の準決勝に進みます。本日は、最終的に決勝戦まで行って最後の1人を決める戦いなので、皆さんちょっと吟味してね、1番か2番かね、押してみてください。あの会場の皆さんも、スマートフォンとかで、きっとログインができると思うので、電波悪いですね、ちょっと地下なんですよね、ハーモニーホールね、電波悪いですけどもね、ドームで、ね、次はドームでやりたいですね、はい、あ、結果出ますか、言ってください。アシオン東京東野さんで 51% 獲得です。おめでとうございます。あ、壮絶な戦いだな。でも 51.1% もう本当に何人かの話ですよね、多分ね。いや、さすがなんかもう本当勝ち残った皆さんのあれなんで、すごい あんまり差が開かないんだなって感じなんですけど、じゃあくしくもね、ちょっと準々決勝で敗れてしまったミルクのお二人なんですけれども、まあそれでもね、半分の人が投票してくださってるので、番組を見てる皆様に一言最後よろしくお願いします。本当にね、こんな僕らにね投票してくれた皆さんありがとうございました。ね、もうここに準々決勝まで来れたことが本当奇跡的だったんで、もう満足です。はい、大丈夫です。はい、東野さん頑張ってください。はい、じゃあ準決勝に進むことが決定したアシオン東京の東野さん、はい、どうですか。皆さんにもありがとうと、こうやって来てるね、皆さんにも一言あると思うので、はい、いや本当皆さんのおかげです。皆さんがね投票してくれなかったらね、この僅差で、本当僅差じゃないですか、うん、なので本当にもう皆さんおかげですよ。本当にもう次も準決勝あるんですけど、引き続き頑張るんで、ちょっと応援お願いします。頑張ってください。はい、はい、じゃあ早速1回戦の勝敗が決まったんですけれども、1回戦はアシオン東京小野東野さんが勝者でございます。おめでとうございます。じゃあちらからどうぞ。あ、マイクそちら、すみません、お願いします。おめでとうございます。はい、そんな感じで、さすがもう準々決勝にもなってくると、こうやって僅差であれなんですけど、本日はね、準々決勝、準決勝を決勝と最後までやるので、サクサクっと次は準々決勝2試合目に行きたいと思います。選手入場できてますかね。選手入場、イエーイ。先行 You and I Youth 神崎圭一、ここグランディファースト佐藤浩平。はい、はい、はい、あれ、なんか人が増えてびっくりした。あ、はい、応援団の人ですね。はい、大丈夫です。まずは先行人を務めてもらう神崎恭一さん、はい、どうですか。そうですね、今日は、ここに来れたことがまず、すごく嬉しいんですけど、やっぱり来たからには優勝を目指して頑張っていきます。と、優勝したら一番になんか言いたい人とかはいるんですか。お母さん。お母さん、お母さんはあの家で見てらっしゃいますか今日は。全然見てない。全然見てないですか。あ、そうなんですか。じゃあ家にいい土産を、ね、持って帰れるといいですね、はい。じゃあ高校を務めていただく佐藤浩平さん、はい、いかがですか。もう緊張してますね。今日僕緊張すると脇汗めっちゃかくんですけど。今日暑いですね。そうですね、脇汗パッド今日は2枚つけてきたんで大丈夫です。はい。頑張ります。じゃあ後ほどまた話を聞くということで、応援団の方は何かありますか。祈るだけです。祈るだけです。頑張って。もう頑張る。僕お守りまた。あ、またお守り。あ、前ね、でもこのお守りで勝ってたんでね。そうです。はい、お守りのおかげだけです。わかりました。じゃあ早速ですけれども、はいはいはい、ね、準々決勝、1番のマイクがそちらにありますので、早速スタンバイの方お願いできますか。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。
鶴野武さんで M 歌います。よろしくお願いします。お願いします。
緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの。もう叶わない想いならあなたを忘れる勇気だけ。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま。今日会場に応援団誰も来てくれなかったんですけど、今日お店の方でねめっちゃ見てくれてるんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。出会った秋の写真にははにかんだ笑顔ただ嬉しくて、こんな日が来ると思わなかった。瞬きもしないであなたを胸に焼き付けてた。恋しくてあなたの声聞きたくて、消せないアドレス M のページを指で辿ってるだけ。So once again I'll have you 夢見て目が覚めた。黒いジャケット後ろ姿が誰かと見えなくなっていく。お戻りください。こちらへどうぞ。うん、大丈夫ですよはい、お疲れ様です。はい、2人ともちょっとラブソングでバラードだったんですけど、尾崎豊のI Love You にした意味は何かあったんですか？あんまりなかったですねでも準決勝とか決勝も歌う歌は考えてるわけじゃないですか。はい、じゃあそのやっぱこうあれを1曲目に歌おうかとかやっぱ悩みましたか？そうですね、それ悩んで初めにもう尾崎豊出しとこうかなみたいなわかりました。で
佐藤浩平さんの方も M だったんですけど、なんか歌をこの曲に選曲した理由とかはありましたか？僕の後輩の推薦です、はい、直感で選んでくれて、はい、僕はド M なわけじゃないんで、うん、なんで会場浸透するんですか？会場浸透するのやめましょう。ああやめましょう。それはいや、うまいですね、うまい、うん、僕がド M なわけじゃない。いや、誰も多分そう思ってないですけどね。はい、はい、応援団の人たちも何かないですか？コメント大丈夫ですか？頑張りました。いや、もうなんか裏で見届けてる2人がすごく緊張してたようですよ。はい、お店では後輩に当たるんですか？先輩に当たるんですか？じゃあもうあの投票に行くんですけど行くんですけど、マイクをちょっとここに持ってるので、あの2人でじゃあ、見てる皆様にお願いをしてみてください。どうぞ。マイクに向かって、はい、いやでもほんまにね、楽しませてもらってるんで本当にありがとうございます。全力でやりました。よろしくお願いします。はい、そんな感じでスタッフさん投票画面行ってみましょうか。ドンドン、今出てますか？じゃあ一番の U&I ユースの神崎恭一さんが良かったか、2番のグランディアファーストの佐藤浩平さん、グランディールファーストすいませんの佐藤浩平さんが良かったか、1番か2番か、皆様の清き投票で準決勝へ進む1人が決まります。シンキングタイムですよ。皆さん大丈夫ですかね？そうです、今この会場にいる人も投票できますし、家とかね、出先で見てる方も投票できますので、どうぞ皆さん、じゃんじゃん皆さんが参戦していただく形の番組になっておりますので、よろしくお願いいたします。結果出ます。80.4% でグランディールファースト佐藤浩平さんの勝利です。おめでとうございます。ね、ちょっと差が開いてしまいましたけど、でもここまで戦ってきた戦友なので、ちょっとこう握手か何かで ね、はい、あ、じゃあもういいですね。はい、ね、いや本当怖いですよね。わかります。いやすごい、私隣にいても緊張します。まあくしくも今回はね敗れてしまったんですけど、まあずっと3月から頑張ってきたわけじゃないですか。ですよね。いかがでしたか、ずっと。本当に、頑張らせていただきましたし、すごい僕自身もすごく楽しませてもらったので、すごいいい機会だと思って、まだなんか第1回戦って言ってるんで、第2回戦とかもあるんですよ。出れたら出たいですね。またまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、今これ1回目だけど、さっきも言ったように2回目もあると思うので、その時はぜひ参戦してください。で、おめでとうございます佐藤浩平さん。はい、本名なんですよねこれね。佐藤浩平さん、いかがでしたか。いかがでしたかじゃないな、まずは次準決勝と決勝が待ってるんですけれども、どうですか。わかんないです、もう。わかんないです。ただ見てくれてる、ここにいいですか、うちのお店のマネージャーと、太陽、ルイ、ありがとうございます、本当にいつも。勝ち残れました。はい、今日はちょっと遅れて出勤するんで、はい、ちょっと耳にインカムついてないのでちょっと落ち着かないんですけど。はい、今日も店なんですね。そうです、今日もお店です。まあ、この後も頑張るので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ってことは本日お店に行けば、2人とも出勤ですか。あ、はい、あ、じゃあね、はい、2人とも、お店に行けば今日は会えるみたいなので、ぜひそちらの方にもよろしくお願いいたします。じゃあ準々決勝2回戦は佐藤浩平さんの勝利になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。あちらからどうぞ。はあ、怖いですね本当に。いやー、なんか何とも言えないです。一人目の人が歌ってる時にずっと2番目に歌った、佐藤さんがずっとうまいなうまいなって緊張してたんで、
すごい多分今頃報われたんじゃないかと思います。はい、早速第3試合目に行きたいと思います。選手の方スタンバイはよろしいでしょうか。選手入場、イエーイ、こちらへどうぞ。先行ブラックスワロー黒崎家アンド愛崎ゴーゴーハーレムからポイントバーン。皆さんもちょっと後ろ引き目で、はい、まずは先行を務めていただく黒崎健さん、愛崎蓮さんなんですけれども、ずっと二人で歌ってきて、だいぶやっぱりホール前は練習とかしました？めっちゃ練習しましたね。足引っ張んないように友情というかもう愛情が芽生えるぐらいもう練習しました。はい、もう完全にね僕たち、はい、はい、ね、練習したのを出し切りたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。本庄マークさん、はい、はい、いかがですか？あ、いいですか。また名前間違えてますし、本庄ちゃうし、北条ですし、緊張しすぎ、してんし、してんし、いやいや、はい、そうです。はい、今日はとても素晴らしい応援団が2人来てくれたので、うちの代表と系列店のラン、さんも来ていただいたんで、かっこ悪いとこは見せられないんで、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございました。北条マークさんです、すいません。北条マークさんはあれですよね、スタジオで勝って1回繰り越しで準々決勝なんですよね。だからちょっと久しぶりですよね、多分ね、皆さんの前で歌われるのはね、っていうこともあって緊張もひとしおだと思うし、多分ね、ちょっと今日はホールなので皆さん普段の感じとは違うと思うんですけれども、まずは歌ってもらって、そこからまたゆっくり話をしたいと思うので、スタンバイお願いしていいですか。じゃあよろしくお願いします。後ろのマイクが1番と2番になるのでよろしくお願いします。気づけなかった、君に初めて出会うその時まで、一人で生きていけると思って歩いてたんだ。じっと抱え込んでた、どんな迷いもどんな心残りも、あどけない微笑みが全部吹き飛ばしてくれた。ずっとずっと君のそばで、誰よりも近いこの場所で、何よりも強い気持ちで僕は君を守り続ける。分かったはずなのに、向き合った途端に強がって見せたりして、これまでもこれからも繰り返すかもしれない。伝えたい言葉さえ見つけられない時は涙流そう。僕と
たち二人ならば全て乗り越えてゆくだろう。ずっとずっと君のそばで、誰よりも近いこの場所で、何よりも強い気持ちで僕は君を守り続ける。光の眩しい朝でも、風の吹きつける夜でも、いつの日でも変わらない気持ちで僕だけを見ててほしい。星粒数えてため息ついた、これだけの偶然の中で、ただ一つ二人の中に生まれたものは奇跡なんかじゃないから、ずっとずっと君のそばで、誰よりも近くの場所で、これだけは変わらないんだ。僕は君だけを見つめている。 Yeah, yeah.その時にわが探し続けてたんだ。僕は君を探してた。僕は君を探してた。僕は君を探してた。
しさの音願うたびに心が体が君を覚えている夜なら瞳を閉じて君を僕の心を置き去りにしても今度のお二人もあこちらお戻りください。はい、ね、終わったんですけれども本当練習した感じがすごく伝わってきました。なんか息ぴったりって感じで、お酒の前でいつもお酒飲んでるんで今回はちょっとだけであプロフィールにもあのご褒美がお酒だって書いてましたよね。お酒飲みたいですね。これ負けても勝っても飲みます今日は。2人も今日は出勤されてるんですか。今日は、はい、休みです。お休みなんですね。じゃあ今日3年間どっちか祝勝会になればいいですね。はい、はい、
北条マークさんはいかがでしたか。ですね、あんまり練習する時間も持てなかったんで、ちょっと残念なんですけれども、まあ、全力は出せたんで、楽しめたんでよかったかなと思います。皆さん投票お願いします。プロフィール私北条、北条マークさんのも見せていただいたんですけど、今までに一番高かったお買い物が架空請求って書いてるんですけど、それって騙されたってことなんですか。某スタービーチに騙されまして。それはぶっちゃけいくらぐらい使っちゃったんですか。ほんまこんなこと言ったらあれなんですけど、払ってないんですけど、一応払った手で50万ぐらいですかね。ちょっと笑えない金額ですよね。はいはい、いいですか、もう行っちゃって大丈夫ですか。はい、じゃあ行けますか、心の準備できましたか。はい、はい、じゃあ皆様の清き一票がね、準決勝に行きますので、スタッフさん投票画面の方お願いします。ドン。はいね、この瞬間嫌でしょうね。胃が痛くならないでください。はい、1番のブラックソードの黒崎健さん、愛咲蓮さんが良かったか、2番のハーレムの、北条マークさんが良かったか、皆様の1票が次の準決勝へ進む1人を決めますので参加よろしくお願いいたします。今ハーモニックホールにいらっしゃる方もちょっと電波が悪いんですけれども入ると思うので、どちらが良かったか投票ねお願いいたします。お願いします。お願いします。ぜひお願いします。はい、これ嫌ですよね、もうなんか晒しもんみたいですもんね。わかります。結果が出るそうです。はい、何その声。50%50%ってことは結局ドローですか、引き分け。うわーすごい、2回目の引き分けだ。あれ待って、これどうなるんですかね、番組的には。歌い直す時間が、今日はねホール貸しなので歌い直す時間がない。2人とも準決勝に上がるっていうのはどうでしょうか。3組にして投票が増えるっていう、いかがですかですね。はい、じゃあおめでとうございます、2人とも準決勝行き、すごい50-50でおめでとうございます。はい、じゃあ準決勝に備えて皆さん裏で頑張ってくださいね、また。はい、じゃあ引き続き準決勝もよろしくお願いいたします。第3回戦はお二組両方の準決勝行きが決定しました。皆様ありがとうございます。そんな感じで行ってみましょうか。 CM どうぞ。
酒とか飲めないんですけどね、終わったらがっつり皆さんで乾杯して飲みましょうということなんですけども、準備はどうでしょうか。まだかかる、ん、まだかかるということでね、つまらないトークなんですけども、スパイダーマンがお送りします。ホストタウマン選手権、選手権噛みすぎすいません。これはもう1ヶ月前から第1試合ずっとナイトチューブのスタジオでやってました。皆さん見てましたか。誰も見てなかったのかな。はぁ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 、見てましたか。イエーイ、見てた。はい、俺はいてたで。ほんまかいな。俺はそこの現場にずっといてたで。俺もおったかな。はい、ということでなんかもうどんどん滑っていくだけなんですけど、あとスパイダーマンちょっと顔ずれてるからね。それ言ったか、ハリウッドから来たやん。はい、まあこういうつなぎの微妙な感じかもしれないですけど、これニコ生生中継なんでね、スパイダーマンが登場してこれユニバーサルに何言われるかわからへんということで、まあそんな感じですよ。どうすか準備は。あと1分。そうか、まだか、あと1分やで、この間で。さあ、じゃあどうしたろかな。歌おうか。 You are shook。 こんな感じ。なんやこれ、何この緊張。普段より気使うねんけど俺。どうしよう。普段ね、スパイダーマンこんな格好で DJ もやってるんです。今度よかったら来てください、歌舞伎町でやるんで。あ、おっと、準備ができたみたいだ。じゃあ司会のお姉さん呼んじゃおうかな。 YO! そう、普段MC 司会やってるけど普段は歌ってるんですよ。紹介しましょうか。そう、ジュライとタウルスでエルクストリートインハウス。ゆくやへおいでやんおいでやんおいでやん。Let's keep it cool.
はい、エビソルト。こんな感じでいつもやってます。和風の感じの曲をねやってますよ。もうちょっと待ってね、もうちょっと。はい、こんばんは。普通ごめんなさい。はい、ちょっと水もらえますか。まずはこんばんは、はじめまして、エルクストリートと申します。エルクストリートです。はい、まずハーモニックホールにいらっしゃる人も、今ニコ生を見てくれてる人たちも、まあきっとエルクストリートは知らないけど、私がこのホスト歌山の司会を務めさせていただいていたので、顔を多分知ってる方は多いと思うんですけど、まあ本業はこんな感じで歌を歌ってます。はい、で本日はね、私が主役なのでは全くなく、ホストの皆様が主役なので、私たちは賑やかし要因的なものなんですけど、はい、でも今から続くね、後半戦がもっと盛り上がるように、みんなのテンションを私たちの歌の力で上げれたらなと思ってます。すごい短い時間やねんけど、あと2曲歌うので皆さんお付き合いください。2曲目の歌はサムライソウルっていう曲で、1曲目さっき歌ってのエルクヤっていう、言ったらちょっとなんかオイランを意識した曲なんですけど、2曲目はサムライソウル。今の時代はね、言っても装飾男子が流行っていたり、男の人もちょっと女っぽい服とかを着たりして、そういう意味の装飾男子はすごい素敵だと思うけど、やっぱり日本人に生まれた以上はサムライソウル、男も女も持ってやなあかんと思います。サムライソウル私持ってんで、俺持ってんでっていう人、拳上げて、エルクストリートのサムライソウル、いくぞー。歴史を重んじるはず日本男子、大和魂どこに隠し根性、魂は Where is it? 節はもとにサムライソウル、ママの腹の中忘れてきたな、よしよし baby。 女は愛と男は度胸、昔ながら誰もそれを見てビクビクしてた、掴めないよ女心、吐く息絞って胸を張って、みんな飛び上げて、エクソ、強くなれ強くなれ、自分に負けない心持て、女子供やしないこの国を背負うサムライたちよ、強くなれ強くなれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせたぐらいよ、これで生きるのが流行りで、高度なされ込み、生きたやからを切る刀は誰に駆られたの、一夜上この私に見せてみて、負けるとびぬ強い優しさを、その一手ビクビクしてては、掴めないよ女心、吐く息絞って胸を張って、茨の道に進むがいいよ、強くなれ強くなれ、自分に負けない心持て、女子供やしないこの国を背負う侍、メットメット、強くなれ強くなれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ、お初にお目にかかるは地球、昭和生まれのジュライガーリンス、歴史はめっぽい弱いけど、
日本が誇るサムライソウル、女だけが受け継ぎ生きていきたいと思います。女は愛嬌、ここはどこ、昔ながらの言葉にもそぐいてビクビクしてた、掴めないよ女がキャラ、吐く一番って胸を張って、今の道行け、エムライヤー、強くなれ強くなれ、自分に負けない心持って女子供やしないこの国を、スローサムライ、もっともっと強くなれ強くなれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせサムライよ。水こぼしちゃった、ちょっと後でステージ拭いてください、ごめんなさい、水こぼしちゃいました。最後の曲ね、時間が押してるらしいので、最後の曲をちょっとサクッと歌ってみたいと思います。最後の曲は東京っていう曲なんですけど、私たちね、大阪からね、音楽でビッグになるためにこうやって出てきて、日々細々と頑張ってる、そんな歌なので、みんなも夢があったりしたら、そんな夢にリンクしたら嬉しいと思います。最後の曲聴いてください、東京。コンプレスエバーディー、ありがとう、コンプレスエバーディー。かたきの大きな夢を持ってこの場所にたどり着いた、あの頃目を閉じれば浮かんできた、輝く大都会東京、そうしようテレビでこの街を彩り、声が写真がこの街を賑わす、それでも希望を捨てずにもがく人々よ、頑張ることなんて自己満足で特別でもなんでもないね、だけど誰より特別な存在になりたいのでしょ、誰よりも痛み知らないといけないでしょ、oh, 日が狂いそうな時代背景、愛も夢もお金と相談
グッバイ。はい、再びスパイダーマン。この後に早速にけ準決勝が始まるんですけど、みんなバイブスどうだい？みんな調子はどうだい？オッケー。さっきのなんか俺がなんか滑らしたみたいなんか完全にな。オッケー。じゃあどんどん準決勝行ってみようかい？みんなバッチリやんな。最後までいけるよな。どうすか、ズライさん、調子は？あれ？汗だくだし、汗だくなズライさんでもいいよね。むしろその方がいいよね。ズライさん、汗だくでもいいってよ。マジよ。まあいい時間ですね、そろそろ。じゃあびしょびしょの司会の人を待つ感じでスパイダーマンはなんか退散しようかな。グッバイグッバイ。聞きましたもう。はい、ありがとうございます。皆さんね、温かい拍手すごい助かりました。ありがとうございます。はい、早速このまま、すいません、私の進行表いただけますか。ごめんなさいね。はい、あ、いいですか、すいません。はいはい、じゃあ早速次は準決勝が今から始まるわけですけれども、まずはあ、シオン東京の東野さんで、グランディールファーストの佐藤光平さんの戦いですかね。あ、ごめんなさい。はい、あ、シオン東京の東野さんと、一つ繰り上がりのブルーマンソン、ミスターロンリーからブルーマンさんとの戦いになります。入場いけますか。じゃあ準決勝第一試合、選手入場、イエーイ。もうちょっと後ろでいいですか、もうちょっと後ろでいいですか、すいません。はい、まずはあ、そっか、じゃあちょっと高校になるんですかね、ブルーマンさんは。そうですよね、高校になるんですけど、まずブルーマンさんは一個繰り上げだったので、ちょっと先に話を聞きたいんですけど、なんか第一試合からいや別に残りたくないですって言いつつ準決勝まで来ちゃった気持ちはどうですか。いや、もうこの試合で最後になるように願ってます。そんなこと言わないでください、みんな頑張ってるんですよ。はい、あ、でなんかブルーマンさんは準決勝はと決勝は女性の曲みたいなんですけど、その曲にした思い出はありますか。ちょっと気合い入れてきたんで、ちょっと海外行って。え、なんすかそれ、やっと気合い入れてくれたんですね。あ、切ってきました。おめでとうございます。はい。そうですよね。でも女になったらホスト歌うま
あ、ごめん。いや、ちょっと いや意味あんま分からんかってすみません。いや、じゃあのホスト歌うまで出れないじゃないですか、切っちゃったら。中にはいらっしゃらないですよ、みんなれっきとした男性ですよ。あのホストなのに切っちゃった人。いや、そんな人いるんですか、裏事情で。あ、でもその人お大好きな女の人はかわいそうですよね。ひどそんなこと言ったらファン減っちゃいますよ。本当ですか。びっくり。いや、私さっきライブしてた時からあそこにブルーの頭の人が3人ぐらいいて、ライブ中にだいぶ笑いそうになったんですけど。はい、じゃあ東谷さん。あ、そういるでしょ。そうです、東谷さん、はい、準決勝の歌は、はい、また、EXILE に、はい、またちょっと戻した理由は何ですか。いや、やっぱりあの、まあ、僕の中であのやっぱ EXILE さんっていうのは、まあ、あのぶっちゃけ好きとかじゃないんですけど。え、そうなんですか。あの、ぶっちゃけあの歌いやすいだけなんですよね。あ、いや、でもあんだけ歌の上手いエグザイルさんが歌いやすいってことはやっぱ歌が上手いってことでしょうね。うん。ああ、俺もですか。まあ、じゃあね、あんま長くなるとあれなんで、早速ですけど歌ってもらいましょうか。じゃあまた先行ですよね。また先行ですけど、先行でずっと勝ってきたのでですね。はい、じゃあ早速スタンバイの方お願いします。はい、かけて大丈夫です。あ、で、あの、この歌は EXILE の ATSUSHI さんの、すごい素晴らしい曲なんで、皆さんご存知じゃない人もいると思うんですけども、よかったら聴いてください。はい、出会った
しも神様がどこかにいるなら、どうか御船を見守ってください。いつまでもずっと学びの中で幸せな思いが打ちて過ごせるよう生まれてかれたこの喜びと果てしない感謝歌に捧げる光の空と時の中であなたと僕は愛し合ってる。QR コード読み込んでください。画面越しに僕にメールが届くんでよろしくお願いします。勝ったらちょっとね、オーナーが焼肉おごってくれるっつったんで、10-10っつって10-10歌います。10-10優しさにあふれるように。目が覚めればいつも変わらない景色も大切なことさえ見えなくなってしまうよ。生きてる意味もその喜びもあなたが教えてくれたことで大丈夫かもって言える気がするよ。今すぐ会いたいその笑顔にあなたを包むすべてが優しさで溢れるように私は強く
Thank you, thank you.、はい、続きまして、ミスターローリー・ブルーマンでドリームカムトゥルー、Thank you。 あれ、もう一回歌うんですか？もうちょっと待ってください、もう一回歌うのは。はい、あ、トヤさんがこっちですね。あ、ちょっと反対ですね、すいません。いいえ、すいません。はい、まずは準決勝、お二人おめでとうございますということで、まずは次に残す人を決めるんですけど、その前にどっちかが今この場で終わっちゃう人にはなってしまうので、嫌です、はい、嫌ですよ、それは。だから終わらないように今見てる皆様に一言ずつ、まずはじゃあトワヤさんから。はい、あ、いいですか。はい、そうですね、まああれですよ。はい、あの一回戦さっきに気づきですね、まあ気持ちよく歌わせてもらってるんですけども、やっぱりそうですね、まあこういう機会もないんで、今日来たからには最後まで歌いたいんで、そうですね、皆さん、また応援の方よろしくお願いします。はい、まだ僕メール届いてないんですけど。何ですか？あ、それあ、な、 QR コードですか？全然。その QR コードを読み込んだら一体何になるんですか？あ、僕の携帯にメール来ます。受けるみんなにバレちゃう。あ、じゃあ、それ、今画面からでもできるのかな。全然、読めません。でもうちょっと前にこうピッて寄ったらどうですか？なんで来ないの？はい、送れや。画面越しに。はい、いや、そう、あの、いや、そうじゃなくて、あの、皆様が投票してくれるんで、なんか一言ないですかって感じ。あ、メールください、とりあえず。わかりました。はい、じゃ あ、投票終わった親さんで、あ、全然、メールだけ。はい、メールがこちらですね。100対0で。わかりました。100メールください。はい、じゃあ、そうらしいですよ、皆さん。くれや。はい、もういいですか、大丈夫ですか。はい、じゃあ、投票画面になります。あー、ちょっともうちょっと後ろの方がいいですね。頭が切れちゃってますよ。 QR コードは前に出ないとダメですけど。はい、投票画面ドン。今出てますか、投票画面。はい、あの、すいません、無視あのしちゃって。1番のアーシオン東京小野東亜さんが良かったか、2番のミスターロンリー井野ブルーマンさんが良かったか、皆様の清き一票が次の決勝に残る一人を決めることになりますね。もう決勝まで残るのはたった2人なんで。そうです。いや、今ここでもし勝てたら、それはトウヤさんにちょっと聞いてみてください。はい、いかがですか。こんな感じで。あ、もう、はい、なんすね。はい、結果出ました。 59.3% で、アーシオントーク、トーヤさん、おめでとうございます。おめでとうございます。決勝進出、もう、あんだけみんな投票するなって言うからですよ。え、あ、
じゃあそれレバトーヤさんがいいって言ったら大丈夫ですよ。はい、はい、じゃあちょっと皆様にあの一言。あ、いや全然これだけメール送ってくれたら全然。じゃあ、 皆さんブルーマンさんにメールしてみてください。よくわかんないですけど。わかりました。じゃあ皆さんこの QR コードを読み取ってブルーマンさんに電話をしつつ、今からまたこの後決勝に進むトーヤさんを引き続き応援するということでね。はい、じゃあアシオン東京のトーヤさん、おめでとうございます。ありがとうございました。あちらからどうぞ。イエーイ。イエイ。はい、そんな感じで、今決勝に上がる2人のうちの1人が決まったわけですけれども、引き続き準決勝が今から行われます。準決勝は、先ほど、50-50 で引き分けになった2人をそのまま上に上げて、もともと、勝ち残った人と、3組での試合になるので、そのうちの1人が上に上がれて、今の東谷さんと2人で決勝という、そういう形になります。ということで準決勝、早速選手を呼びたいと思います。選手入場よろしくお願いします。イエイ。トップバッター、グランデーファーストー佐藤光平。イエイ。リバテブラックソロ黒崎健 and アイスクレーン。頑張って。ハーレム北条マーク。イエーイ。おお、これはすごい戦いになりそうですよね。はい、こう3組いるうちの1組なんで、投票する人も迷うと思うんですけど、まずは歌ってもらうんですけれども、まあ、皆さんもきっと見てるので、1人ずつの紹介はまあ置いといて、準決勝に行く意気込みだけを一言ずつ聞きたいと思います。じゃあお願いします。まさかのね、3組準決勝になったので、まあ、この中で勝ち残れたら、僕四天王と名乗りたかったんですよ。準決勝に残った四天王って言いたかったんですけど、このままじゃ五天王なん で、ね、はい、ぜひここで勝って、はい、勝ってね、まあ、四天王以上目指したいと思います。お願いします。いや、次の曲は多分一緒にこの歌うま始まって覚えた曲なんで、前回多分3回戦歌ったんですけど、ちょっとマイクの都合でエコーでボワボワってなっちゃったんで、今回はちょっと綺麗に歌いたいなってことで、最後にこれを歌って、最後じゃならないようにいけるように頑張ります。ですね、まあ、変な形で準決勝上がったんですけども、せっかく上がれたんで、あと2回ですね、勝てば優勝できるということなんで、一番最初のチャンピオンは狙っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、そんな3組の皆さんが今から歌っていただきます。じゃあまずは佐藤光平さんからですね、はい、じゃあ早速のスタンバイよろしくお願いします。はい、はい、正直歌うの初めてなんですけど昨日一夜漬けで覚えました。聞いてください。アシッドブラックチェリーでイエスです。届きはしない、でも構わない、あり避けても愛してる愛してるよ、たった一言、簡単な言葉なのに、なぜ僕は君に言ってあげなかったんだろう。
っと会場浸透してきたので、会場全然浸透してきちゃったので、ここからもう少し頑張って盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。外は雨、あの日と同じ夜の雨、時間が忘れさせるのは嘘らしい。じゃれる君、あしらう僕、すぐなる君、気がつけば君といた日々思い出して、私のこと愛してるが君の口癖、ごまかす僕、いたずらに笑う、君が好きだったんだ。些細な構成、君を泣かした雨に打たれ、もういい、もういいよ、何よりも大事な君の手を僕は離したんだ。涙浮かべ笑ってみせた涙声で、バイ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 、大好きだった君の笑顔が切なくて、愛しくて悲しくて、また空が泣き出して、始まりはいつだって覚えてないけど、君に好きって言葉さえ言ったことなかったね。ねえ今なら、今ならまだ間に合うのかな。ポケットの中、誓いをしまい込み、君に会いに行くよ。まあ、今多分あのうちの従業員がお店で見てくれてるんですけど、すいません、こんな感じで本当にそわ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 するんですよね。お店出ないとそわそわしますよね。今日休みですもん。雨に打たれ君を抱きしめ叫んでいた、愛してる愛してるよ、柔らかな笑顔のまま静かに目を閉じた、そろそろ手はもう離さない、涙声で愛してる愛してるよ、たった一言、簡単な言葉なのに、なぜもっと早く言ってあげなかったのかな、どうかこの指輪を受け取ってくれませんか。
つのだろう。いつの日にか二人で歩いてく、いくつものストーリー。いつだってそうよ、君が僕に光をくれる。どんな定めでもずっと永遠に続く君への想いに、記憶から消えることはないから、たとえ君が選んだ人が僕じゃなくても忘れないだろう、永遠に。君を愛して。いろんなことに気づいたよ。誰かを思う優しさ、忘れかけてた大事な気持ちを数えきれないほどの笑顔を君がくれる。どんな時だってそっとそぐったり、傷を残すのじゃなく愛を残すために僕らまで会った。たとえ君がどこか遠く離れてしまっても愛し続ける、永遠に。もう一度生まれ変わってもきっとまた出会えるだろう、二人がそう本当の愛の意味を知り、永遠を誓えたならば。Yeah, yeah, oh, oh.僕じゃなくても忘れないだろう、そぐったり傷を残すのじゃなく愛を残すために僕らまで会った。たとえ君がどこか遠く離れてしまっても愛し続ける永遠に。
く君が僕の傘残して駆け出してゆく悲しみ降り出す街中が銀色に煙って君だけ消せない最後の雨に濡れない泡に追いかけてたら抱き寄せ瞳閉じた本気で忘れるくらいなら泣けるほど愛したりしない誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい届いた髪を広げて僕の夜包んだ優しい人さ不安な波にさらわれる砂の城怖くて誰かを求めたのを強がりだけを覚えさせてね微笑みはもう二人の夢は見ない本気で忘れるくらいいなら泣けるほど愛したりしないさよなら僕のものさ君を忘れない君を救えるわいは僕じゃないでもこのまま見つめている言葉にできないのが愛さ言葉では君をつなげない生きばない愛が止まらない傘を捨てて雨を見上げて本気で忘れるくらいいなら泣けるほど愛したりしたい誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい一度こちらにお戻りください。はい、佐藤浩平さんが先行なんでこちらで2番あそうですね映ってますかね全員あ映ってますね。はいね、この中から一組しか残れません。はい、はい、あの皆さんとねあの裏でちょっと話させていただいたんですけど、なんか皆さんやっぱあ自分よりあの人がすごくなんかうまく聞こえるみたいで皆さん不安がってたんですけど、
私は個人的に本当にすごいみんな本当上手だと思ってたんで、裏でも誰が優勝するのかって私もすごいあのドキドキしてるんですけれども、決めるのは今会場にいる皆さんと見てる方なので、やっぱり見てる人にもう一度最後にね一言ずつお願いを言って、それで投票に行きたいと思うんでお願いします。まあ、ここまで、ね、勝ち残れたのがもう十分嬉しいんですけど、まあね、ここまで来たなら優勝狙いたいので、まあ、今何度も言ってるんですけど、従業員、うちの従業員が見てるので、今まで応援ありがとうございます。そして、決勝行ったらね、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、そうですね、ありがとうございます。うちの方もねあと2校でね、はい、優勝なんでね、ここまで来たらやっぱり優勝狙って、はい、最後は気持ちよく歌えたんで、はい、投票お願いします。皆さんありがとうございます。ですね、実は今ハーレム従業員みんなですね、社員旅行で社員旅行でセブ島にみんな行ってるんですけれどもセブ島に行ってて、そうですね、天音誠代表は進展の関係でちょっと海外行くことができなくて、矢上教授相談役も応援に来てくれてるんですけれども、みんながセブ行ってる間に、まあ、歌舞伎町のホストでしか出てないんですけれども、歌舞伎町のホストで一番ということは多分日本で一番だと思ってるんで、みんなが海外行ってる間に日本一取ってお店で連休過ごして待ってたいと思ってるんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。でも皆さん旅行に行ってるって辛いですよね、ちょっとね。はい、そんな3組です。見てる皆さんとハーモニックホールにいらっしゃる皆様の投票、はい、もうそろそろ行けますか。はい、ちょっと待ってくださいらしいです、ね、これ待たされる時間が長くなれば長くなるほど嫌なもんなんですけど、ちょっと電波がねハーモニックホールの方つながりにくいので皆さん苦労すると思うんですけれども、Wi-Fi がつながっているのでどうぞ皆様の応援をしてみてください。どうですか、行けそうですか、投票画面は。はい、じゃあ投票画面行ってみましょう。ドン。はい、怖いですね。そう、3組です。1番間違えないで、ね、面白さん、まあ、そうですね、1番のグランディールファースト佐藤浩平さんが良かったか、2番のブラックソード黒崎健さん愛崎蓮さんが良かったか、3番のトハーレムの、北条マークさんが良かったか、すいません、なんか本条って言っちゃうんです、ごめんなさい、北条マークさんでございます、すいません。はい、そのお三方でございます。皆様1番か2番か3番か、皆様がいいと思った判断で次の決勝に行く一組を決めます。結果出ました。うわー怖い、すごいって。30.8%、 32.6%、 32.7% と 36%、 すっごい僅差ですね。ってことは 36% の人が勝ちですよね。はい、じゃあ 36% を勝ち取ったのはハーレム北条マークさんです。おめでとうございます。うわー僅差、すごい。いやこれ本当本当生でリアルなんで私もちょっと素直にびっくりしてるんですけど、僅差、まあね、接戦で、まあ、一組しか残れないのであとの二方はくしくも負けてしまったんですけど、でも本当僅差なんで、まあ、恨みっこなしの対決だったと思うんですけど、まあ最後になってしまいます。最後になってしまうので、もし2回目があったらもう一度出場してほしいんですけど、最後なのでもう一言いかがですか。いいですか、はい、とりあえず今まで、応援してくださった方ありがとうございました。で、すごく楽しくできたので、あとはね、今までちょっと宣伝しなかったんですけど、グランディールというお店で僕内見やらせていただいてます。でね、すごく楽しいお店なので、またよろしかったら、あ、うちの従業員すごいいいやつらばっかりです、ぜひよろしかったら最後なので、来てください。お願いします。本当に今までありがとうございました。すごい楽しいイベントで、すごいいろいろ僕も勉強できたし、いい思い出になれたと思います。
で、あのブラックソード一度今応援来てくれてるんですけど、本当みんなすごい楽しくやってるんで、ぜひ一度遊びに来てください。飲み行く。投票していただいた皆さん本当にありがとうございます。日本一まであともう少しあの手が届くところにいるんで、あともう一回なんですけれども、そうですね、最後まで聞いていただいて、あの応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ準決勝から決勝に残る一組はハーレムの北条マークさんに決定しました。おめでとうございます。ありがとうございました。じゃああちらからどうぞ。はい、もう残すところ決勝戦一組だけなんですけれども、皆様ね、ちょっと決勝戦に行く前に最後なので盛り上がっていただきたいので、皆さんのちょっと声を聞かせてほしいと思います。いいですか？私がせいほうおって言ったらほうおって言ってくれますか？そんな感じでいきますよ。新宿ハーモニーコール、エビバディせいほうもっとほうもっとほう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 さらがイエーイ。はい、じゃあ早速決勝に行きたいですね。あと番組は30分しかないので、はい、決勝戦行きたいと思います。もういいですか？スタンバイもできてますか？じゃああと一組の戦いです。決勝に残ったお二人選手入場してください。ファイナル先行アチュア東京ここハーレム北条マークいよいよファイナルラウンド。はい、はい、もうあの3月の初めからね、皆様とは一緒にこの番組をさせてもらってたんで、私もすごいなんか身内感覚でずっと応援してるんですけど、最後の2人にね残って、いやー本当2人とも歌もうまいし、あの人柄的にも素敵だなと思うんですけど、はい、歌う前にやっぱり決勝のにこうやっぱ残れば得点もあるわけじゃないですか。そうです、その決勝の得点を持ち帰ってお店をね、もっとビッグにしてっていうあの夢が皆さんあると思うんですけれども、決勝に行く前に一言どうぞ。はい、そうですね、もう最後なんで、まあまあグダグダ言うのもあれなんで、まあそうですね、とりあえずここまで来れました、ファイナルラウンドまで。あとは本当にもう泣いても笑ってもこれ最後なんで、はい、もう楽しんで全力尽くして頑張るので最後までお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。あの僕地方でホストやってて、数ヶ月前に東京出てきたばっかりなんですけども、はい、あのお店にこういうチャンスを与えてもらって、本当にあの嬉しく思ってます。そしてここまで来れたのもあの皆さんのおかげなんで本当に感謝します。そして最後にあの一番 の, あの感謝をさせていただければなと思ってます。よろしくお願いします。はい、そんな感じでちょっとまだまだいろいろ話は聞きたいんですけれども、まずは歌ってもらってからということで、すいません、またとあのまた先行ですけれども、ずっと先行で勝ってきてるのでまた頑張ってください。すいません、じゃあスタンバイ早速じゃあお願いします。最後の歌はエグザイルさんのただ会いたくてという歌です。聴いてください。悲しい過去も若すぎた日々の過ちさえ君に出会えて
い海に沈められたのに、あの頃の僕といえば愛し方さえも知らず、ただ不器用に君を傷つけて、優しさ忘れていた。ただ会いたくてもう会えなくて、唇噛みしめて泣いてた。今会いたくて忘れられないまま過ごした時間だけがまた一人にさせる。最終電車、僕の肩に顔をうずめたまま寝息を立てる。何よりも幸せだったよ。今ならば叫ぶことも、君を守り抜くこともできる。もう戻らない時だけを悔やんでしまうのはなぜ。ただ愛しくて涙も枯れて、君のいない世界をさまよう。忘れたくない君の顔にはまた抱きしめ、眠る夜が孤独にさせる。ただ会いたくてもう会えなくて、唇噛みしめて泣いてた。今会いたくて忘れられないまま過ごした時間だけがまた一人にさせる。ただ会いたくて。
昔の空が静かに闇を溶かして朝は来る窓辺で君は遠くのビルのアンテナ眺めてる泣けるほど枯れた日に短く切った髪もとても似合うよだからねえもう一度笑って素敵な恋にしよう初めてのキスのようなチャラララ言葉じゃない日々の中で朝を待ち続けてたけど消えない光は多分一人きりじゃ探せない今まで失くしたもの聞き返りした痛みこれ以上諦めたりもう逃げたりしないで本当の愛を知ろう孤独さえ分け合えシャラララやっとつな心が二つ素敵な恋にしよう初めてのキスのようなシャラララ言葉じゃなくても透明な想いのままで番組枠があと10分しかないのでまずは投票に行くらしいです。もういきなり何のコメントもなくまずは投票に行くらしいです。すみません。はい、なのでいいですか、1番に歌った、アシオン東京の東谷さんか、はい、2番に歌ったハーレムの北条マークさんか、
その皆様の清き一票で優勝が決まります。はい、今出てますか？もう投票画面は行きましょう。行けますか？ドン。じゃあ今出ると思うので、そちらの1番が良かったか2番が良かったか、皆様の清き一票でこの第1回星と歌う馬グランプリ王者決定戦の優勝者が決まりますね。それで優勝した方にはまずは、ニコナイト2ヶ月分の CM 券っていうのがあるらしいので、お店の将来をかけてね、皆様今まで1ヶ月半ほど頑張ってきたんですけど、どうでしょうか。うわー、怖いっすよねこれね。いやでも北条マークさんは一番最後に一番好きな歌を持ってきたんですよね。で、やっぱり最後もエグザイルで行ったってことは一番好きな歌を持ってきた感じですか？僕一番好きな歌ですね、はい、じゃあ皆さんそうやってね、好きな歌で優勝ができたら幸せですよね。どうですか？うわ、結果出ました。怖っ。はい、57.2%。 うわ、接戦だな。はい、おめでとうございます。ハーレム北条マークさん、ハーレム北条マークさんが優勝です。おめでとうございます。あ、うわ、いい、ちょっと、まずは優勝者の北条マークさん、おめでとうございます。はい、おー、すごい。皆様セブ島に行ってると思うんですけれども、ニコナイトの2ヶ月分なんで、はい、おめでとうございます。ちょっとお待ちくださいね。で、だいぶちっちゃくなっちゃうんですけど、ごめんなさい。準優勝おめでとうございます。アッシオン東京のトーヤさんです。はい、いやー、本当にだって 57% ってことは 43% なので、だいぶ接戦だったと思うんですけどね。まずはじゃあ準優勝の、ね、はい、方から、はい、まずは一言。はい、はい、本当に今日はありがとうございます。そうですね、まあ結果準優勝、まあ、すごいありがたい結果なんですけども、まあ今日は本当に最初に言ったように楽しむっていう自分が、まあ僕が上がり症なんで、ずっともう歌いながらちょっと緊張ばっかりしてたんで、でも今日は本当にすごい最初から最後まで楽しく、歌えたんで、もう完全練習できたんで、はい、それが本当に良かったです。今まで、まあ、応援してきてくださった方には本当に、まあ、ちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけども、はい、そうですね、でも本当に応援してくださって、はい、本当にありがとうございました。はい、いやでも言っても新宿のね、歌舞伎町のホストの人が1回戦からかなりの人数の2人なんで、ちょっと悔しいとは思うんですけど、ぜひ落ち込まないで2回目に生かしてほしいです。お願いします。はい、で、おめでとうございます、本庄町マークさん。いやね、裏でもちょっと先ほど喋らせてもらったんですけど、好きな歌で1位になれたら嬉しいなって言ってたんでね、堂々の優勝なんで、ちょっと一言コメントいただいていいですか？はい、皆さん本当に、ありがとうございます。実はあんまり練習してないみたいなこと言ってたんですけど、本当はたくさん練習して、はい、寝る前何回も優勝する姿を妄想だけして、実現して、いざ実現したらちょっと頭真っ白で面白いことも言えないんですけども、とにかく本当皆さんに感謝してます。そうですね、多分もう帰りたい人たちも多分いると思うんですけど、最後まで聞いてくれたんで本当に嬉しいです。本当にありがとうございました。はい、もう本当にこれは恨みっこなし の試合だったと思うので、皆様ね、ちょっと悔しい思いもした方もいると思いますが、歌のうまいなと私は裏でいつも聞いてて、本業で歌をしてる私でも本当に上手だなって皆さん思ってたんで、本当に2回目また出演してください。で、優勝したけど2回目もぜひまた出演していただいて、また1位を目指していただければ嬉しいと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆様、2人に大きな拍手をじゃあお願いいたします。おめでとうございます。
はい、こんな感じで第1回ホスト歌うまグランプリ王者決定戦3月から始めたんですけれども1回目がこれで終わりました。本当に接戦で本当に、ね、皆様の一票一票で の勝ち残りなので優勝した人もとっても嬉しいだろうし優勝できなかった人はきっと悔しい思いをしたと思うんですけれども私も皆様が歌でこうやって頑張ってる姿をずっと見てて刺激をいただいて私ももっと頑張ろうと思ったので、皆様また2回目、同じ番組があればぜひ見てみてください。でそして私司会を務めさせてもらったエルクストリートなんですけれども私たちも、水曜日10時から、いつもエルクややおいでやんすというバラエティを、一緒のチャンネルでさせていただいてますのでそちらもよかったらご覧ください。あと何分ぐらいありますか。もうじゃあそんな感じで第1回ホスト歌うまグランプリ王者決定戦の優勝は北条マークさんでした。おめでとうございました。皆さんありがとうございました。グッバイ。ありがとうございました。ハーモニックホールの方が10時完璧になるので皆様来ていただいて申し訳ないのですが順番にお帰りいただきたいと思います。本日はありがとうございました。またのお越しをお待ちしてます。ありがとうございました。